私立函館博物館は、函館市青柳町の函館公園内に本館がある、公立総合博物館。1879年5月25日会場の開拓市函館市長仮博物場を前身に持ち、1966年4月28日に、私立の総合博物館として開館した。本館の他に、郷土資料館を持つ、自然科学から、 人文科学に至る約62万点の展示物及び収蔵資料を持つ。初代館長は彫刻家でもあった竹内修太。五稜郭公園内には1955年6月に五稜郭文館が開館し、主に函館戦争に関わる資料を展示していたが、函館奉行所の復元工事に伴い2007年に閉館した。 建物は1954年7月10日から8月31日まで、函館公園と五稜郭公園を会場にして開かれた北洋漁業再開記念北海道大博覧会の際に観光館、お菓子デパートとして建てられた建物を転用したものであった。閉館時に館内に保存展示されていた資料は本館に移された。自然、考古、歴史、民族。 美術工芸資料など、約62万点。しのり館室度の、北海道しのり中世移行室度線、函館空港遺跡やサイベ遺跡など、室度の考古学資料、アイヌ風俗が、柿崎波響等の作の美術工芸資料、中世から現代に続く歴史、民族資料、動植物、地質、鉱物、化石資料が主な収蔵品、主なコレクション、 ありがとうございます。